えてますというふうにツイートもいただきました。まあ、自分がプロフィール見ると分かるって配信が教えてくれたんですけど、はい、そういった自分の一番最初のツイートを検索というか遡ることができる。あ、突然ですが、今日は8月お誕生日おめでどうも皆様こんにちは、岩本ファーム TV です。北海道北斗市よりお送りいたします。本日もどうぞよろしくお願いいたします。今日は8月31日8月終わりでございますね。はい、ということでネギの方ね、今日はねやっておりました。っていうかね、もうネギ始まってね5日ぐらい経ちますかね。路地ネギですね。前回ねハウスネギの方をお伝えしました。で今回はね路地ネギということでね、外のネギね、お伝えしてきたわけなんですけれども、まあまあの綺麗にねできてきております。でどうしてもねやっぱり8月入ってお盆ぐらいになってきて天気崩れてね、ずっと雨降ってたりとかして、やっぱね天気芳しくない日がねずっと続いてたんですよ。なんか最近の天気変ですよね。晴れた日が7月ずっと続いててとか、で8月になったら今度雨降っててとか、なんか晴れが5日続いて雨が2日続くとかだったらね、前までって天気ねそんな感じだったんですよね。晴れ続いて1日だけ雨降ってまた晴れるみたいなね、そんな形だったんですけど、最近の天気はね本当におかしいなもんでね、うん、晴れた時はずっと晴れるし、雨降る時はずっと雨降るしみたいなね。うん、でその雨降る日に当たってしまって、もう取れるよっていう時だったんだけども、取れなくて掘れなくてっていう形でね、
今に至ってるんですけども、そして雨が降るイコール畑に入れなくなって防除もできないということで、やっぱりネギの方がねちょっとね黄色斑紋病といいまして、剥がれ病の一種なんですけども、今の時期非常に出やすくて、普通にね上の方とか、これ3枚でね葉っぱ最後こう作って丸めてるんですけども、外のね葉っぱが枯れて売る分には別に問題ないですよ。例えばそれがベト病であったりだとかサビとか、まあ萎縮して胃腸病とかいろいろあるんですけどもね、腐敗病とか外の葉っぱがやられる分にはいいんですけども、黄色斑紋病はこの中の葉っぱ、最後の製品のこの1枚2枚3枚でできてくるんですけども、この中がねやっぱりね黄色斑紋病って黄色いね斑点がこうできてきたりとかするんですよ。剥がれ病の一種なんですけどね、これでやっぱり、ね、今ね品質を落としてるところがある形ですね、今のところね。これが大体やっぱ3単くらい続くかもわかんないですね。雨がなければねすごいいいもの取れたなと思うんですけども、ちょっと雨降ってねやられちゃったよっていうのがね今私のね、ネギのね状況でございます。まあともあれねできてきてはいるんですけども、ちゃんとしたやつがね、そして今ねネギがやっぱりね本州の方とか、まあ北海道はねそれでも天気悪いって言っても本州の方のね農家さんみたくずっと雨降ってもうこれダメだっていう形ではないので、まあまあしっかりとしたも出せるんですけども、やっぱ全国的にやっぱり品薄になってきてるんじゃないかなっていう形で聞いてはおるんですけどね、どうなんですかねこの先ね。ちょっとわかんないですけども、まあ、私たちはね産地の農家としてしっかりとね出せるものをねしっかりと出していくっていうことぐらいしかね、トマトもそうなんですけどもできませんから、しっかりとしたのね品質のものをちゃんとね、皆様方のね食卓にお届けできるようにね頑張って、農家としてね、作っていきたいなというふうに思っております。今回のね動画は以上になります。函館育ちのねこのラベルですね、お見かけの際にはね、ぜひこちらですねお手に取って、ぜひ召し上がってほしいなと思います。でソフィーのね動画冒頭の方でもね皆様方にお見せしたと思うんですけども、ソフィーがね昨日壊れたんですよ。動いてたソフィーがね壊れて、で得意のね三菱の農機さんの方に電話してきてもらってね、その不意のうちにね油圧ホースの破裂だったんですけども、ホースをねホース屋さん持ってってもらって作ってきてもらって、その日のうちに直してもらうっていう形でね、売り上げの方もね立つような形でね今に至っております。本当にね感謝ですね。三菱の農機さん普段ねこの場を借りてこの場を借りてね改めてねお礼を言いたいなと思います。本当にありがとうございますね。いつもね本当に素早い迅速な対応をしていただいて本当に私としては、ね、助かっております。よかったらね皆様方北海道北斗市、私ね三菱農機さんにお世話になってるんですけども、まあ、近隣でしたらね道南地域だったら三菱農機さんでね一箇所しかないんでね調べてもらえれば出てくるとは思うんですけども、本当にね迅速に対応してくれるメーカーさんなんでね、私も非常にこう助かっております。何かあればすぐから駆けつけてねやってくれるんでね、三菱の脇さんね本当にねありがたいなと思っておりますね。おかげさまでね今日ね動画で見せた通りピンピンとね掘っている最中でございますけどね。はい、ということで今回の動画は以上になります。まあ、長ネギのね、ソフィーでの収穫から調整作業ということで、この後はね、この段ボールこれをですねセロハンテープで止めて、積んでね持っていくよっていうね、形でやっていきたいなというふうに思っております。それで出荷してね今日はねこの後またね、出てきてるものをまたくるめて明日の分ということで、ね、出していきたいなというふうに思っております。はい、ということでね動画以上になります。いかがだったでしょうか。いつも本当に皆様方ご視聴ありがとうございます。それからコメント、それからチャンネル登録ぜひね良かったなと思われる方よろしくお願いいたします。今後もね皆様方のお役に立てるような動画を作っていきたいなと思っておりますので、一つねご視聴の方お付き合いよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。いつも本当にありがとうございます。それではまたバイバイしたっけねー。